佐藤、そしてブロスの先発で始まった第一戦、1対1の同点で迎えた5回、西満塁から池山、オマリー勝ち越し、古田も蹴っている、バックホームダメ、3対1とヤクルトリード。オリックスは6回に1点を返して追い上げますが、8回のヤクルト、ワンアウト1塁で2番新井、ここで大木監督、好投の伊藤に代えて清原をマウンドに送ります。これに対して野村監督は代打大野、大きい、伸びた、入った、大きな大きな、そして価値ある一発ツーラン、5対2でヤクルト先勝です。第2戦は野田石井の対決、先制したのはオリックス、2回の DJ、 大きい、どうか、5回にも1点を加えて試合をリードしますが、8回にドラマを起こす今年のヤクルト、好投の野田を8回に捉えます。まず土橋、ここで野田から野村にスイッチ、バッターはオマリーです。同点に追いついて8回山部を投入していったヤクルト、その山部がいきなりノーアウト3塁のピンチに野村監督自らマウンドに行きます。自分の一番いい球を投げてこいというその指示に、ここは振り抜ける山部、そして延長11回ヤクルト先頭バッターはオマリー、ピッチャーは抑えのエース平井、いっぱい持っていきました、オマリー、呆然としている平井、もうお祭り騒ぎ、ベンチ前スワローズ、オマリー打ちました。舞台を神宮に移した第3戦は両チーム合わせて43人をつぎ込むという総力戦になりました。3対4、1点リードされた9回のヤクルト、ミューレン、土壇場で同点、そして延長10回の裏、ランナー2人を置いて池山、いった、サヨナラスリーラン、池山のサヨナラスリーランホームラン、7対4、ヤクルト3連勝。今日はあそこに相当来るぞというのは大島さん相当も頭に入ってると思うんですが、ええ、それはもう入ってると思いますね。でも本当に言ってますように、その非常にこう実戦から離れましたね。そのために生きてるボールを打ってなかったってことも一つ原因があると思うんですよ。それとですね、その初戦のブロスの球威にやられて、そこを攻められるってことはやはりこう意識過剰になってるような気がするんですね。今のファールどうですか。今のも振り遅れですね。要するにそのボールに差し込まれてしまってますね。今日はもう初回から全部同じところを攻めてきます。でもこれもですね、川崎の球威がなければあそこ攻められないはずですよ。これがもっと入れ、もっと入れ、これでも工藤様だ、ちっちゃい、はい、あのちっちゃいっていうか、あの乗ってないんですよね、一、はい、回、はい、あの動きが少しこう少ないですよね。もう少しこう速い球を打つのでもですね、やはり自分のタイミングからもう少しこう大きく動きを取って打ってた方が速い球にもその対処しやすいんですけどね。打ち上げた、またフライだ、スリーアウト。
このフライ打ち上げる、これが今シリーズの一度。でも今まではですね、そのペナントレースの時にはあの球はまず振ってなかったはずですよ。工藤さん、やっぱそういう感じですか。完璧にインサイドの高めに目付けをしている時はある程度振るんですけども、でもあの打球が左中間とか右中間に飛んでいくんですよ。あんな上がり方はまずシーズン中なかったんですね。だからもちろん普段は振らなくても、その狙ってくるぞっていう時にはそれをちゃんと左中間に持っていくと、はい、でもまず目付けをしてて、僕も満塁ホームランを打たれたことがあるんですけど、はい、もうインサイドを行き過ぎて、もうその前のゲームに同じ、左ピッチャーが投げててインサイドばっかり行ってて、その次のミーティングでもまたインサイド行こうって投げたんですけど、はい、やっぱり目付けしてるせいか投げたら満塁ホームランだと思いまして、やっぱりイチローズってやっぱり目付けさえしとけば、インハイにさえ目付けさえしとけば、あとはこうそこに来なければ対応できるバッターなんですね。はい、でだからもう今シリーズ、シリーズずっと見てまして、結局、古田君のうまいリードはあるとは思うんですけど、最終的にはイチロー君の調子がただ落ちてるだけなのかなっていう感じを。そうですか、はい。シーズン中の工藤投手の対イチローの成績です。3割並ぶ5厘、ホームラン1本がその嫌な思い出の、はい、打点5のうちの4点そうですに関係するホームランだったわけですが、はい、しかしそうするとこれ単純にですね、やはりこの攻め方だけじゃなくて、一度の方の調子もかなりウエイトとしてはあるし。そうですね、やっぱり先ほど大島さん言われたように、やっぱり、はい、実戦から離れている期間が長かったっていうことがやっぱり最大の原因じゃないですかね。同じパリーグでもありますし、工藤さんの頃は名古屋電気高校、はい、愛工大名電、高校の先輩後輩はずっとついて回りますって、はい、なんとかこれシリーズでいいところ見せてほしいですよね。そうですね、はい、池山は今日は最初がフォアボール。あんな風にこう感極まって興奮しながらインタビューに答えてくれる池山というのを初めて見た感じがしました。昨日のサヨナラスリーラン、バットを一握りこう短く持って打席に入った最後の打席はね、そうでしたね、いや割合クールな池山ですけどね、いや昨日は興奮してましたね、よほど嬉しかったんでしょう。口にはそう出しませんが、怪我がこう、故障が抱えながらのシーズンでもあります、ありました今シーズンの池山。劇的なホームランの勝ちの多かった今シーズンのヤクルトを象徴するような一発でもありましたが、この打席もフォアボール。池山もあの外の逃げる球をこの大島さんよく見ていきますね。そうですね、昨日のやはりこうホームランでですね、そのストレート的には強いということはもうオリックスも分かっているはずなんですね。そのためにこうアウトサイドで出しにしてるんですけどね、そこのところのその変化球のコントロールですね、はい、まあ、明らかなボールですよね今のは。ノーアウトランナー一塁となりました。バッターミューレン、ピッチャーの心理とすれば1回2回チャンスがありながら、満塁のチャンス2度ありながら得点がない、3回先頭バッターが出たら相手はうまくピッチダウトしてアウトにされる、負けられないマウンド。長谷川とすればですね、藤田さん、はい、ピッチャーとすればこうプレッシャーがかかる状況にどんどんなってきてるんですよね。そうなんですね、ずっとプレッシャーかかってますけど、ここはもう長谷川しかいないんですから、頑張り抜かなきゃいけないですよね。それとこういう 0-0 でね、お互いにいいピッチングし合っていきますと、これいいリズムができるんですよね。なんとなくピッチャーのペース、試合がピッチャーペースになって進んでいくんですね。
さっきは最後の方は全部外のスライダーでいきました。ミュレンに対して、ミューレに対して近めのまっすぐっていうのは本当に使わないんですね。あのさっきあの工藤君も言ってましたけど、近めっていうのは危ないように見えて、ミューレは手が長すぎて打てないんですよね。ちょっとこれは渡辺コーチとサインの確認もありましたか。池山、ここはしかしバッターミューレも、これだけ空振りの多いバッターですとね、監督としてはエンドランのサインなんか出せませんから ねですからここではあんまりサインを気にする必要ないと思いますけど、ランナー池山です。徹底してますね、外外外は。やはりですね、一番無難なのはアウトサイドのスライダーだと思いますね。変な見せ球を使いますとですね、そこで合いそうな気がしてしょうがないんですけどね、行くんだったらば徹底的にアウトサイドでスライダー投げとけばまず大丈夫じゃないかという気はするんですけどね。さっきの動きもありましたがいいコースですがね。いやいや、よく見るんですよね。こんなに見るミューレン見るのは本当に初めてですね。あ、これも見た。同じ球同じコースでも 2-3 になってきたら打ち気変わって、工藤さんバッター振ってくれるってケースありますか。そうですね、まあ打って、でもこれだけ見逃してるのを見るともうだいぶ外に慣れてしまってるんじゃないかと思うんで、逆にインサイドにしつこいようですけども、ね、しつこいインサイドに行ったらなんかぐしゃっていきそうな気がどうしてもしちゃうんですよね。大投手を2人はそうおっしゃいますあれだけ体がねアウトコースに突っ込んできてますからね。三振でした。 2-3 からはもうまっすぐという頭がすごく固まってきちゃうんですね。これで昨日平井はこれでやられたんですよね。ただしかしあの2人の感じ、今パッとまた三輪が行きましたけどね、大島さん、はい、あの2人の間ではこういい感じのリズムのなんかこう徹底っていうんですか、 そうですね、それがなんかできているような感じがしますよね。あの非常にですね、こうピッチャーだからといって舐めればそのいい当たりもされる可能性もありますし、そういうところのこう、まあ、コミュニケーションといいますかね、こう攻め方を再確認するという意味では非常にこういいタイミングでキャッチャーが行ってますよね。川崎です。ワンアウト一塁です。三塁の馬場が前、ここはかなりの確実でしょうから、オリックスとしても、ね、藤田さん、はい、守りでセカンドなんとか、そうです、ランナー入れ替えたいですね。いや、お前しかしバントだ。送りバント成功、2アウト2塁として飯田です。
今日は三振とライトフライ。とにかく中盤ここ5回2アウトまで得点がないというのはこの第4戦に入ってこのシリーズ日本シリーズ初めてここまで投げ合いという展開になってきています。セカンドランナー池山、今日の外野はレフトが高くセンター一郎、ライトが藤井です。セカンドランナーは池山。プレントゥーから一つまっすぐ外ですね。はい、僕そうですね、井田君はどっちかというとインサイドのちょっと甘い球を引っ張ったり流したりっていうをつけたりってできると思うんで、僕はここはもうアウトコース一本勝負でいいと思いますけど。弾いた、池山三塁回る、先制ヤクルト、セカンド強襲内野安打。強い打球名手福田弾きました。藤田さん、はい、飯田も強く打ち返しましたけどね。そうですね、あのアウトコースで全部まとめてきたもんですからね、だんだんと目がそこ行きましたね。最初インコースから入ってきましたから、いい入り方したなと思ったんですけどね。バッターは2番ライト井田が、大島さん、はい、福田あの強さはやっぱり厳しいですかね。あれがですね、膝がもう少し、膝の状態が良ければですね、もう少しで、もう少し柔軟性を持って取れるんですけどね、はいはい、やはりこう膝にこうちょっと不安がありますから、そこまでのその柔軟性がなかったですね。それではここでニュースをお伝えします。オウム真理教の朝原彰子被告の初公判を前に、これまで朝原被告の弁護を担当していた横山翔司弁護士が今日夕方朝原被告から解任され、明日の初公判は延期されることになりました。横山弁護士はこれまで朝原被告の弁護を担当していましたが、初公判前日の今日になって朝原被告の妻の松本智子被告が別の弁護士を朝原被告の担当弁護士に選任する手続きを取り、今日午後横山弁護士と新しい担当弁護士が揃って警視庁で朝原被告に面会しました。
ところがその直後に新しい担当弁護士が自ら辞任を裁判所に届け出、さらに横山弁護士についても午後6時前に朝原被告本人が署名した解任届が東京地方裁判所に提出されました。この結果、朝原被告には一人も弁護士がついていない事態となりました。このため東京地方裁判所は明日予定されていた朝原被告の初公判を延期することを決め、今後の日程については改めて検討することになりました。1995年のプロ野球の日本シリーズ、3勝してこのオリックスに王手をかけたヤクルト、土壇場のまさに土壇場、追い詰められたオリックス、復活した川崎が9回のマウンドに向かいます。差は1点差です。キャッチャー古田、池山もプレーを続けています。1点差です。緊迫した中での優勝のかかる守りにつきました。ヤクルト、ブルーメイクの攻撃は8番ショート小川、8番ショート小川、小川がバッターボックスに入りました。次がピッチャーの鈴木平ですが、ネクストバッターズサークルにはニールがいます。大島さん、はい、何と言いましょうか、苦しんで苦しんでいいところでなかなか打てなかったこの小川が、はい、ここでホームランです。そうですね、まあ、ここでオリックスが勝つためにはですね、ここで一気に抜いてしまわないとダメですね。ワンボールからの2球目、投げた球を見れば確かにこれ藤田さん、甘いところには行ってますね。これなんかちょっとフォーク的なボールじゃなかったかな、それがすっぽ抜けてんじゃないかなっていうような気がしましたね。本当の川崎の速さの球じゃなかったような気がします。それにしても野球ってな、ね、本当にどうなるか一寸先はやめていますけども、すごいゲームですね。今日もまたお客様にお願いいたします。試合中のナチュラルプレーには十分ご注意ください。延長11回です。ブルーウェイブの攻撃は1番レフト田口、1番レフト田口、シリーズで打った3本のヒットのうち2本は今日。
高く上がりました。池山が走ります。ワンアウト。なんでフライが大島さんまた多いんでしょう。まあ、なんでフライが多いというのですね、やはり少しこうバットとボールを走ればですね上に上がりますし、まあその自分の得意とするゾーンよりも少し高ければフライの上がるケースというのは出てきますよね。だからもう少しこうボールを絞り込んでいきますとですね、手を出さないボールまで多分手を出していると思うんですよ。だからそういうところにこうフライが上がっていると思うんですけどね。ややまたこうオリックスのなんか気持ちがきますか、はい、またそのブロスの場合とはまあ随分違うとは思うんですがね、はい、まあ、今度の方がそのボールは長く見れますよね。その伊藤のと方がそのボールを長く見れるんですけど、まあ、そのボール云々よりもですね、やはりこうあそのボックスの中に入ると自分のスイングを心がけた方がいいんではないですか。イチローの前にオリックスとすればランナーを置きたいところでしょう。池山です。ツーアウト。ツーアウトランナーなしで一郎です。3番センター一郎。ライトがこうしてこの一郎コールになっています。はい、今日も厳しく際どく来てますね。来てますね。伊藤の攻めはまた一つ違いますよね。あの落としながら近めからシュートをかけながら、イチローが近いと思った球がストライクに入ってくるような球を投げてますよね。でズバッ、これも近めからシュートがかかってきてですね、珍しい光景です。今のインコースの低めの球のバッティング、ヤクルト側のスタンドからもコールが起こります。待って三振。
伊沢さん、今のもちょっと変化していきましたかね。ちょっと変化しましたね。一郎重心がかかとにかかってますね。どうしても近め攻められるもんですからね。で、球がスッと沈んでいっちゃうんですね。沈んでいく。ですから、まあ、二塁に橋がこの土橋が結果ヒットにならなくてもなんとか二塁まで行ってオマリーという形は作りたいでしょう、ヤクルト。ただこういう場面にこの藤田さんいい仕事するんですよ、土橋っていうバッターはね。ですからここで土橋ならなんとかね、バットに当てられるかヒットにならんなんていうことも考えておかなきゃいけないですからね。さっきは送りバント失敗して苦し紛れに当てたのでダブルプレーですからね。比較的地味な存在でずっときましたが、今シーズンは地味という言葉以上にまあ、印象に残るというか印象付けられるシーズンです、この土橋。どのカウントで仕掛けますかね。いずれにしても仕掛けなきゃいけないとこですからね。三遊間抜けた、やや右寄りに守っていた小川の左、ワンアウト一塁二塁でオマリー、右に打ってよし引っ張ってよし。オマリーですが、次のバッターが星野が投げてるんですよね、投球練習場。チャンスをつなげて広げました、土橋。もう今日負ければシリーズは終わり、あとはないオリックス。小林コーチ立ち上がって外野の守備位置でしょう。出てきたら左にも打ってくるこのオマリーですけれども、工藤さん、工藤さん、これオマリーにはどこを攻めればいいですか。僕はインサイドをやっぱりどうしても攻めないと、外のまあそこそこのまあ変化球にしてもまっすぐにしてもヒットゾーンに飛ばされてしまうんで、やっぱりインサイドを見せて外、まあ外をボールにしてインサイドをファールにさせるとか、そういうことをして最後はやっぱり低めに、まあ、僕なんかだったらやっぱりスライダーをやっぱりボール気味に投げて、まあ、振らなかったらしょうがないしょうがないという、はい、ちょっと見ました。1球目オマリライト一郎、センター元西は幾分センターまっすぐなラインよりも右寄りです。
組みました。プーさん、この感じは悪くないですか、今のここまで。どっちかというともう強気のピッチングになってるんで、すごいピッチャーの中では向かっていく気持ちが出てますんで、僕はこの感じで投げていってもらいたいと思いますね。変に逃げてとか変化球でかわそうとしないで、はい、力でねじ伏せるぐらいの気持ちがやっぱりこの場面では必要じゃないかと思うんですけど。11回の裏、サヨナラのチャンス、またインコース来ました。今の表情なんかも大島さん、気持ちも出てますよね。いや、出てますよ。まず本当にこう逃げにかかるとまず当てられるでしょうね。まだカウントには余裕あります。はい、まだ突っ込んでっていいと思うんですけど。オマリーが前を取りました、まあ、バッターがですね、こういう場面で外すときには自分の中にもう迷いがあるんですね。ピッチャーの気迫に押されたときにまずタイムをかけるんですね。中に来た、膝元に落ちる、ボールに落ちる球があれば面白いですがね。カウントは2エンド1。もう1球、今の球はちょっと今見てたんですけど、セカンドのランナーがコースからなんかいろいろ変わってるみたいで。なるほど。はい、セカンドランナーはダイソーの橋上です。キャッチャーそれでちょっと今動くのもタイミング変えましたね。そうですね、やっぱりセカンドのあれがよく分かってるんですね。でもこの場面でですね、なかなかそのセカンドのそのランナーを見れる余裕はないんですよね、バッターとしてですね。バッテリーは気になる部分はあるでしょうね。そう、バッテリーの方は気にはなるでしょうね。6球目になります。と構えとは違うところにちょっとかかりましたが、高めの速い球、おまわりも随分インサイドをマークした立ち方になってきましたよね。投げる方もちょっと変化球を混ぜたいという気にはなりませんか。面白いんですけどね、膝元へふわっと落としてしまえばね。工藤さんのご意見は。そうですね、僕はどうもセカンドの気になります。なんかヘルメットよく触るんですよ。気になっちゃって、ただまっすぐじゃないかって思ったんですね。高く上がった、高々と上がった、ウォーニングゾーンのところまで行った。ポール際、ファールだ、ファール、ヤクルトベンチは全員が出てこの打球を見送りましたが、やっぱり今のを見てると完璧にセカンドのランナーのことは見えてますね、バッターはね。例
ただ通常考えてどうあろうと今の球をもう一球続けるのは嫌だなという君にはなる感じのファールに宇佐さん見えますかね。ちょっとヒヤッとしましたね。でもあれでもう嫌だと思った時はもうピッチャー負けじゃないですか。ですか。そうですね。今はちょっとコースがまだもだら厳しくいけば大丈夫だという気持ちで、いやあそこはやはり打たれるまで自分のやっぱりベストピッチを続けるべきでしょう。ここもと思いますけどね。先ほど言ってるように本当は左バッターの膝元の速い変化球があれば一番いいんですけどね。8球目は外に構えましたけれども外になりきってない感じもありましたが、いやあれだけインコース攻めてればね、はい、あれでもかなり遠く見えてるはずですよ、うんうん、だから今の1本これをね入れたことによって次のまたインコース攻めがやりやすくなりましたからね。球種はこれ全部速い球でいってますね。追い込んでからはストレートとしてますね。カウント2エンド1は変わらず9球目いました。これで2エンド2。いや非常に本当に難しいんですけどね。絶対勝負ですよ。 2-3 したらピッチャー負けですからね。こう勇気を持ってまたインコースへ2つ外へ放りましたから。徹底していきますか。やっぱりもう自分の今ベストピッチを行くべきだと思いますけどね。やっぱりインサイド十分に打ててないですもん。大きなファールは打ったとは言いながらね、はいはい、現役どうですか。現役、はい、この場面は我々はもうだいぶ離れてるんで分かんないですかね。いや僕だったらキャッチャーを呼んでまずサインを変えて。なるほど。で もしくは逆サインにします。はいはいはい、はい、顔を触ると変化球で頭触るとまっすぐだって全部バレてますから。、うん、僕はまず逆サインを作りますね。シーズン中も僕らも使ったんですけど。そうですか。セーブがよくやるんですよこの手。そういう動きはこのバッテリーにはなくそのままでいってますね。そうですね。中島君にも多分セカンドランナーは見えてると思うんですが、1回マウンドに行きましたけどね、はあ、まあ本当言いますとですね、そんなね下手な手を使っちゃいけないんですよこの神聖の野球場でですね。もっと正々堂々といけなきゃいけませんよ。そうですね。もう正々堂々ともうそんなメトとか顔とか触らないでも堂々とやってほしいですね。うん、12球目ファール7つ。カウントは2エンド2。あら、これは違いますね。さあ、しかし勝負です。あっと右に決めるか。切れました。今度はファールですけど芯に当たりましたね。芯に当たりましたね、やっと中島くんが行きましたね。変えたんでしょうか。いや今のはね変えたんじゃないよ。あれはねピッチャーにね頑張れというねその緊張の糸を切らないためのね一つの間を取ったんだけどね。呼びます。今度はピッチャーの小林が呼びました。この動きはちょっと秘密っぽいですね。口でサイン決めちゃえばいいんですよねこういう時は、うん、
結論として投げる球は速い球じゃないでしょうか。外行くようだと弱気の虫かな、ね、やっぱり強気で球のない球を投げるべきだと思います。おーっと変化球できた。でもオマリも大したものですね。普通だと打ち切り入ってますから、まずあそこの手にピクリともするんですけどね、移動も簡単にこう見逃してしまいましたね。それと今打つ瞬間にちょっとやっぱりインサイド意識するのにサッと下がってきましたね。2、3 14球目です。目つぶって近めいっぱい全力で投げるしかないですね、ここは。9キロ低め、ボールの球ではあるんでしょうが、気迫勝ち。気迫勝ちですね。一難去っても次の古田がありますが、今の投球ポーズがバッテリーともに出ました。古田はどこ攻めますか。やっぱりアウトコース主体になっていくんだと思うんですけど、気持ちが入っていいコースにいい球が行きます。ツーナッシング。やってる方の方が楽ですね。こうなりますと見てる方が苦しいですね。今はキャッチャーの構えと逆に行って、2ストライク1ボール。残り2者残塁。
工藤さんが長いため息ですかね。やっぱりやってる方が楽です。古田も大島さん、はい、かなりこう読んでたというわけじゃありませんけれども、まあ本当にですね、セカンドランナーがサインは出してたと思うんですよ、はい、それでもですね、やはりピッチャーのその気迫ですね、まあ、分かっていながら打てなかったと、まあ、これもその古田が追い込まれているんだけど、その今は差し込まれたという感もあるんですけどね、やはりこうピッチャーの気迫勝ちっていうのは本当にこうよく今のシーンでは分かりますよね。まあ、正々堂々という、まあ、冗談もありましたけれども、はい、ただ見応えがありましたね、非常に小林とそのオマリの勝負ですか、本当久々に見る名勝負って言いますかね、あれだけその集中力をずっと維持するっていうのは非常にこう難しいんですけどね、プロのピッチャーとバッターがそのなんて言うんですか、技術と気持ちもですね、そうですね、もう出し切ってね、もうぶつけていくっていう勝負で本当に見ていて迫力がありましたけれども、はい、どうぞ。これは日本シリーズは7戦でそれ以上できませんね、やっぱりね、こんな試合は。やってたら選手は本当に疲れてもうダメになっちゃいますね、はい、終わった途端にもうバタンで倒れてしまいますね。橋上がライトのポジションに入っています。土橋がまたレフトのポジションに戻ります。さあこれで延長12回ということになりますが、昨日は4時間25分の大熱戦、まあ、その時間を今日はこれから12回の表ですから、史上昨日のゲームが5番目の長さだったんですが、それを越して、まあ、日付まではまだ変わりませんけれども11時は回ることは確実になりました。お客さんしかもちょっと少なくなったかなっていう部分もありますけども、体制としてはほとんど変わりません。シリーズは最長ゲームというのが4時間49分で、これは1975年、あ、昨日のこれは時間とちょうど並んだところですね。4時間49分は1975年の広島と阪急のゲームで延長13回までありましたけども、それが最長ゲームです。ところどころ席は見えますが、ライトへ見送った。勝ち越し。大島さん、はい、その前の球が近いところを攻めてきて、その後にですね、やはりこうストライク取る欲しがる、フォアボールが一番嫌だという感じのそのストレートですね。
まあ、その先ほどこうヤクルトがずっと優位に押してたんですけどね、野球っていうのは本当にこうポッとこう変わりますね。ピンチの後にチャンスきますね。やはり延長12回表、先頭バッター DJ のホームランで2対1、12本目のヒットになりましたが、オリックス2点目、1点勝ち越し。これは伸びがありません。レフトは今土橋です。いや、大島さんのおっしゃる通り、藤田さん、あの、なんて言いますか、あのバッテリーを中心としたですね、はい、あの気迫っていうんですか、あの気持ちで守り抜いたことがこうつながったというふうに、そうなんですよね、やっぱり感じますね。感じますね。しかもね、一番こういうところに来てやっちゃいけないホームランですね、一発というの。これはもう本当ヤクルトもなんか気迫に押されてしまったって感じしますね。今宮本です。ツーアウト。7番サード馬場。次の回ヤクルトは6番のセカンド宮本から、宮本、池山、三浦。ヤクルトは金森が残ってるんでしょうね。金森残ってますね。そうです、金森が残ってます。馬場の打球はライトですが、これは風にも乗るのか、伸びてった。こちらの打球は伸びていきます。スリーアウトです。はい、行きましょう、行きましょう。時刻は11時を回っています。4時間30分をまもなく超えるところです。延長12回の表、 DJ のホームラン、カウント2-3からの6球目でした。セカンド福田、サードは攻守、このシリーズ目指します馬場、ショート小川、レフト田口、センター本西、ライト一郎の守り、バッテリーは小林、中島。そしてヤクルトは宮本に代わる代打金森。大手をかけられてこの試合になりましたオリックス。今日はこのシリーズ 初めての2桁安打。しかし前半はタイムリーに苦しみました。出ませんでした。1対1の同点で12回 DJ のホームラン。12回の裏、代打金森登場。代打金森がまだ残ってましたが、まあ、この金森もそうですし、適材適所、
人はこう場面場面に見つかわしい選手が本当にヤクルトは揃ってる感じです。ホームラン打った DJ ですね、はい、打った球はストレート、コンパクトなスイングを心がけた、いいところでいい仕事ができて大変嬉しいという話でした。もしかし玉森が代打で池山美宇連、風はありますがもう一つ伸びはありません。一郎ワンアウト。代打金森がライトフライ。ただ何か1点リードという、まあこれ本当に日本シリーズの一つのアウトっていうのがどれだけ大変かっていうのが昨日のサヨナラホームランのヒーロー池山、外側トゥアウト。アウト1人という試合がこの第4戦でやってきました。オリックスブルーウェーブ三浦、今日は先発の長谷川に対しては外外外で空振りの三振3つ、小林に代わって最初はサードゴロ。ストライク、ワンボール、ツーアウトランナーなし。
追いついた浅口ギリギリいっぱい、しかし踏みとどまったオリックス。一つ返したオリックス、最後までしかしヒヤリとさせたこの三浦蓮の打球でしたが、これでオリックス1勝、ヤクルト3勝、第5戦へと向かいます。試合時間は4時間38分。史上2番目のロング長時間ゲームでしたけれども、大接戦は延長12回オリックスがヤクルトを下しました。この放送は11時20分までお伝えします。東芝さん、しかし最後はヒヤッとしましたね。いやもうヤクルトのファンですればいたと思ったかもしれませんが、いやもう本当にね、これはもう本当に大芝ヒットではないですけどね、この風ですよ。あの今日本当にこう家から出てくるときですね、放送席、放送席4時間38分、川の流れは完全に変わりました。仰木彬監督です。どうもありがとうございました。まさに死闘が続いてます、勝ち運といいますか、非常に接戦をやっとるんですけども、3つ落とした今日ですね、9回土壇場で、ホームラン、それから粘りに粘ってホームラン、ピッチャーがですね、非常に長谷川、野田、野村、小林と非常に相手を抑えるいいピッチングをして、それが勝利につながったと思いますね。ヒーローを選ぶのに苦労しますね。そうですね、オリックスの場合は全員野球ですから、みんながヒーローということですけども、非常に今ですね、いい経験をしておると思うんですね、特に、今日の1勝というのはですね、本当に得難い経験だと思います。それにしても試合前半はなかなか1点が取れない、ホームが遠かった。今日はね、久しぶりに押しに押してるわけですけどもね、本当になかなかというホームが遠いという感じだったんですけども、よくみんな頑張ったと思います。粘り切ったと思いますね。小川のホームランが出た時はどんなご気分でしたか。まあ今日がですね、最後のゲームという、今日勝たなきゃ、後につながらないというゲームですからね、それも9回でしたしね、本当に素晴らしいホームランを打ってくれたと思いますね。先行された後ですからね、確かにそうですね、そして延長に入りました、本当に今日も長くなるなという予感はありましたですか。まあ昨日もそうですしね、このところもずっともう接戦が、大接戦が続いているわけですけども、そういう、まあ、予感はしましたけども、今日はまあ吹っ切れた形で、とにかくゲームをやろうということでしたので、必ず、今日は勝てるという、そういう予感もまあ確かにしておりましたし、したいと思いましたですね。 DJ のホームランが出ました。最高の場面、あの気分は、まあ、オマリーがね、前の打席非常に粘りましてですね、ヒヤリとする場面がたくさんあったんですけども、まあオマリーに負けんように、外人、うちの外人もやってくるんじゃないかなと非常にまあ期待しておりましたですね。しかしやはりあのオマリーの打席がポイントになりましたですね、一つの。そうですね、小林がいいピッチングしたと思いますね、非常にファウルで粘られて、どうかなと思っておるんですけども、最後はボールを振らして、切って取ったんですけども、素晴らしいピッチングだったと思います。この3戦たくさんお話を聞くことができませんでしたが、3試合振り返ってみてどうだったですか。2戦目3戦目とですね、勝てるチャンスが多くあったわけですよね。
それがなかなかホームが遠いという、あるいはまあ勝ちにつながらないという、少しイライラもじりじりもしておりましたけども、一つ勝つと流れが変わるぞという、そういう、まあ、2戦3戦目だったと思うんですよね。ようやくまあ勝ちましたけども、とにかく、明日また視力を尽くしたいと思います。まあ、昨夜ミーティングで一言劇を放ったそうですが、何をおっしゃったんですか。もう、ここまで来ましたらね、何も今まで3試合やった経験、そういうものを生かしながらですね、とにかくまあ思い切って、やることだと、普段やってる通りに、やって、とにかく、まあ勝ち負けというそういうことをあまり意識するなと、思い切ってやろうと、もうそれだけだということでね、今日臨んだんですけどね。しかし神戸の声、ハーバーランドにも今日はまた大画面を見ながらたくさんの皆さんが応援してたそうです。声がつながりましたね。神戸ね、インタビューは続いていますが、放送時間が終了迫ってきました。まあ、一言ずつになりますが、藤田さん、はい、ナイスゲームでしたけれどもね。いや、今日は本当にすごいねゲームになりましたけどね。またオリックスは明日からまだ苦しいんですよ。そうですね、これはまた大変ですけどもね、それと同時に一つのアウトを取るっていうのはどれほど大切なことか、大変なことか。川崎があと3人で ね、もう勝ちが目の前にぶら下がってただけに ね、悔しいと思いますけど。工藤さん、はい、野村監督の談話一言入れます、はい、今その川崎の話、9回やはり勝ちを意識したのかな、頭から高須とも思ったが連投になる、肘の状態があまり良くない、小川を打ち取って2位のところで変えようと思った、小川の長打にやられた、 DJ の 2-3 からのストレートの投球も悔やんでました、昨日の教訓を生かすことができなかったと話してました。はい、斉藤アナウンサーのリポートでした。一言いいですか。山田ピッチングコーチの話ですが、はい、一言だけ、はいはい、小林が非常にいいピッチャーをピッチングをしたと、あのオマリーの14球が最大のポイントだったという話です。はい、森中アナウンサーでした。大島さん、はい、オリックス苦しいということは変わらないと思いますか。いや、もうこれも変わりませんね。本当にこう一つずつもう勝つしかないんですから、もう負けたら終わりなんですから、その分だけ非常に苦しいんですけど、まあ今日の勝ちですね、これをどのように生かすかでしょうね。ねえ、今日はゲストとして放送席は福岡ダイヤホークスの工藤公康投手にもお越しいただいていますが、工藤さん、はい、お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様です。やっぱり投げてる方がいい。はい、やっぱり投げてやっぱりこう勝った時の充実感っていうのを味わいたいですね。ねえ、はい、長谷川投手の談話がありまして、絶対今度はグラウンドでという話があったそうですけども、はい、やっぱり日本シリーズ工藤さんが似合いますんで、はい、はい、僕も来年ぜひどことやるか分かんないですけど、まずパリーグを制したいと思います。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。解説は藤田元志さん、そして大島康典さん、ゲストとして福岡ダイエーホークスの工藤公康さんを放送席にお迎えしてお伝えしてまいりました。お三方どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お伝えしてきましたように、ヤクルトが王手を3連勝でかけて迎えたこの第4戦、延長12回、最後は DJ の勝ち越しホームランによりまして2対1オリックスが勝って、これでオリックスの1勝、ヤクルトの3勝として明日第5戦となるわけです。では神宮球場からはこの辺で今日はお別れすることにいたします。